い、どうかしましたか？どうもフラックです。今日はポップアップストーリー、こちらのガチャをやっていこうと思います。で、今回引くガチャなんですけれども、このご注文はウサギでした、このチノちゃんですね、こちらの UR が実装されたっていうことでね、このガチャを引いていこうかなと思います。で、ちょっと見てほしいんですけど、提供割合、このステップ1、ステップ3までちょっと引いちゃってるんですけど、ステップ3以降ですね、こちらから。で、 UR の確率が 1.56%、 まあ、100連したら1枚出るでしょうっていうぐらいの確率ですね。これを狙っていきたいと思います。いつものポップアップストーリーだとなんか 0.05% とかそんなもんしかないんですけど、今回のね、この10連ガチャはだいぶ引きやすくなってるのかなと思うんで、これを引いていこうと思います。で、今回引く量なんですけど、ポップコイン一応3万コイン用意したので、まあ、100連はできます。なんで、あの提供割合を見る限りは1枚は出るはずだというところですね。じゃあね、まあ、早速引いていきましょう。まず10連からですね。まあ、16連やってるんで、まあ、26連目なんですけど。じゃあ行きましょう。26連目。じゃあそこの部分、うまくいかなかったんでね。あ、いけた？一発で出る？あれ、これ出たんじゃね？出たよね。あれのやつは。確定でしょ。違うかな？まあ、ノーマル。ノーマルってか、レアか。レア、レア、レア、レア。SR か。で、レア。ん？あ、いいのか。で、レア。うわ！来た！やべ、めっちゃ用意してたのにさ。意外と早く出ましたね。まあ、あとね、このチノちゃんのガチャがあと2回あるんですよ、今月。なんで、このガチャはちょっとまだ残ってるコインで引き続き引こうと思います。まあ、時が来たらね、また引くと思うんで、まあ、今回はこれで終わりです。特攻1倍。1倍って変わんないんじゃないの？ちょっとあれだけど。はい。よかった、引けた。これ5万集めるのはちょっときついな。はい。っていうところでね、このチノちゃんの UR ゲットすることができました。かなり短いですけど、辛く食ってたんだけどな。ちょっとアナトミアの方、まあ、別のゲームの方で、ガチャの方のイベントがね、なかなかいいのが来ないんで、ガチャ力が溜まってたなんで、かなり爆死するかなと思ったんですけど、紙引きでした。すいません。はい。っていうところでね、まあ、ちのちゃんのガチャはまだこれからも続くと思うんで、そちらの方を引いていけたらなと思います。まあ、今回はね、ちょっと短いかもしんないですけど、これで終わりたいと思います。バイバーイ。ください。これで。あ。
はい、今日の動画いかがでしたでしょうか。もしね、動画楽しんでくれたよっていう方は、右下の方のチャンネル登録のボタンをポチって押していただけるとすごい嬉しいです。で、次の動画とかも、左側にあるんで、もしよかったら見てください。バイバイ。